どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、のったんです。今回私、動物園の園長になろうと思います。せーの。お、ダチョウ来た。ちょっと待って、水入れてあげてほしいんだけど。飼育員、飼育員を呼びます。走ってきた、走ってきた。あ、すごいすごいすごい。あと君が水を入れてくれればそれでいいんだよ。あ、いいね、水入れに来たね。はい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 、どこから出したのそれ。さっきまで持ってなかったよ、あなた。はい、水来たよ。エコンとシュクラ、水来たから今の水を飲みに行きなさい。あ、喉乾いてたんだね、よかったね。ほら、あなたも行きなさいよ。あなたも飲んでるね。ただあれだね、なんて言うんだろうな、ブサイクだね。すごいもんね、なんかだいぶブサイクだもんね。オッケー、ちょっとじゃあダチョウさん行きますか。ダチョウさん、ダチョウどこにいんの。あ、これだわ、絶対これだわ。さて、最初の仕事はフェンスを完成させる前に、はい、飼育員用のゲートを設置すること。はははは、全ての飼育エリアで必要よ。オッケー。だってこれがないと出入りできないでしょ。ゲート、こういうこと。じゃあ、おお、すごいすごいすごい。外周フェンスを完成させてダチョウを入れられるようにしましょう。フェンス使用する箇所をマークしておいたから、レンガのフェンスを使って完成させて。おい、完璧ですね。どんな飼育エリアでも動物を入れる前にフェンスでぐるりと囲っておくことを忘れないでね。せやな、なんかちょっとここが気になるけどな。今のままだとお客さんには飼育エリアの中が見えないわ。レンガのフェンスの一部をガラスに取り替えてお客さんに見えるようにしてあげて。なるほどね、そういう感じなんだ。だったら別に全面ガラス張りでもいいと思うんだけど。俺はこれはね、飼育員さんの近く、いやちょっと待てよ、ここか、ここの歩道をガラスにしてあげたら見やすいんじゃない？これか。できた。あ、一部なんだ。窓を増やせばお客さんが飼育エリア内の動物を見られるチャンスも増えるわ。そうだよね。最優先してほしいのは歩道から飼育エリアがよく見えるようにすること。そうすればお客さんは喜ぶわ。正解じゃん。逆に見えなかったら最低ね。最後は募金箱の設置よ。募金箱。動物を見て満足したお客さんは募金をしてくれるわ。そういうシステムなんだ。必ず分かりやすい場所に設置してね。例えば観覧ポイントの近くとかね。募金箱は動物園の主な収益源の一つだから忘れないようにして。中に入れたら誰もやっぱ入れてくれないんだろうな。じゃあこの辺とかに。さあ、ダチョウを受け入れる前にプレイボタンをクリックしてちょうだい。プレイ。ゲームが一時停止された状態だと清掃員も同じように止まっちゃうからね、はい、そしたら当然ダチョウを運べないでしょ。入れろ、募金しろ、募金。まだ誰も何もいないけど募金しろ。一時停止、そろそろダチョウの受け入れを開始しましょうか。オッケー。4頭をここに連れてきましょう。任せて。はい、このダチョウが最後ですね。たったみんな配達したんで、こいつだけ、こいつを動物園へ送ると。これで、清掃員がダチョウを回収して連れてくるまでの間、あなたは準備をして。餌と水だね、まずは。水桶、水桶はなんかちょっとこの辺、なんか向き変えたいんだけど俺。これほんで餌やり場、すっごいなんか目の前に置いちゃってるけど大丈夫これ。そんで遊びをね、充実品。これはこれ何、これ、これでいいの遊び。本当にこれでいいの。何何何何これ。スローフィーダーって何。おもちゃ、登れるアイテム、何もないね。じゃあこのスローフィーダーしかないじゃん。はい、オッケー。グッドインハウス、ブロンズ目標クリア。場所ができてよかったよ。ダチョウはなんと時速70キロで走れるって知ってたか。まあ、俺よりちょっと遅いぐらいですね、基本的にはね。祈っていてくれ。なんて言ったってスピード違反の罰金だけで破産してしまうからな。だからちょっとおもろいんだって。ちょっとおもろいんだよ。はい、次で、次行こう。バーニーは絶対感心してるわね。スピード違反のジョークは聞いた。ちょっと募金してるじゃん。ダチョウを手に入れるたびに言うんだから。
ところで鉄板ギャグかあいつの。生活水準を少し良くさせられたことだし、同じことを飼育員のためにもやってあげましょうか。ああ、なるほど。うちは基本的にブラックなんで。ダチョウやカバの餌やりを飼育員がもっと楽にできるように新しい飼育員の小屋を建てるといいわ。いや、ちょっとそれは飼育エリアの近くに建てれば、ね、飼育員が動物の世話をするときに余計に歩かなくて済むでしょ。なるほどね。基本ちょっとそういう施設は一つで良さそうですけどね、正直ね。5ドルしか違わないね。5ドルしか違わないんだったらプラネットズーだよね。飼育員の小屋を回転させて歩道につなげるのよ。はい、完璧。飼育員の小屋や他のスタッフ用施設はお客さんがたくさんいるエリアの近くには設置しないこと。ほう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 。お客さんは施設の建物が見えるのを嫌がるから。あ、なるほどね。幸福度に影響が出るの。悪影響が出るのよ。一応言っとくけど。なるほどね。動物が見えるところと、なんだ、人が見えるところは変えた方がいいってことだね。電力が必要なの。電圧器、電圧器、これの隣だな。あ、ここに電圧器と。なるほど、これか。すべてが青くなったのは今電力ヒートマップを使っているからよ。このマップで電気が通っているものと通っていないものを確認できるわ。変圧器を設置したら左下をクリックしてヒートマップを消せるわよ。あれか、歩道の方を向けなきゃいけないんだ、これも。素晴らしい。これで飼育員は小屋で餌を用意できるわね。任せてくださいよ。もう場所も良かったからダチョウとカバに餌を届けるのも楽になるわ。いや、もう完璧でしょ。じゃあもう次の目標に行きましょう。ちょっと早くこの動物園のちょっと権利証を私にいただきたいんですけども、どうでしょうか。マークしておいた1区画の土地へ向かいましょう。はい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 、そんなに遠くないわ。ああ、これですか。はいはいはい、ベンガルトラ。オーケー。次は飼育エリアの建設よ。はいはいはい、はい、コンクリートとガラスを使ってゼロから作るの。任せて。じゃあやってみて。じゃあ一旦一時停止。ただし飼育エリアには必ず私たちが掘った大きな穴を含めるのよ。この。お、それから何何何何お客さんがトラを見えるようにしてね。いや、任せろよ、そんな当たり前でしょ。じゃあとりあえずゲートを作らないといけないね。ゲートゲートゲートの前にあれか。ゲートここでいいか。ここで Z。 でも直接ここから入ってこれるようにした方がいいか。そうだよな、その方がいいな。はい、完璧です。バーニーは動物園もその安全性も同じくらい大切にしてるの。だから私たちもトラが飼育エリアから飛び出さないように気をつけないとね。フェンスの高さを変えて対処するのよ。まずはじめに飼育エリアのフェンスをダブルクリックして編集モードに入ってね。で、ここの辺にもガラス欲しいな。反対側にもな。飼育エリアの外周全体をハイライトして飼育エリア選択ツールをクリック&ドラッグするとできるわ。はい、ということでね、募金箱が見つからないということでね、今回はもうちょっと大ピンチに陥ってるという状態です。ちょっと次回までにね、募金箱の位置ちゃんと探しておきたいと思います。皆さん、今回も最後まで見てくれてどうもありがとうございました。私のったん、ゲーム実況、実写、それから声真似、いろいろやってます。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた。